Hello, everyone. 皆さんこんにちは。世界の各地から様々な方法で参加してくださる皆さん、心から歓迎します。中央幹部40人のポール・ B ・ジョンソン長老です。ワールドワイドディボーションに参加してくださりありがとうございます。12使徒定員会のゲリー・E ・スティーブンソン長老と奥様のリサ姉妹と共に出席でき嬉しく思います。パンデミックのため、私たちは地元機関の指針に引き続き従い、ソーシャルディスタンスの確保、マスクの着用、そして人々の健康と不安に心を配っています。私たちは皆さんのため、そしてこの時期に何らかの点で苦闘している人々のために祈ります。皆さんを愛しています。そしてこの夕べに準備されたメッセージを聞くために参加してくださり、ありがとうございます。この放送の音楽の一部は前もって録画された音楽です。演奏者の素晴らしい才能と、この集会にもたらされる御霊とメッセージの感謝の気持ちをお伝えします。開会にあたり、アラパ家族が我主を愛してを歌ってくれます。歌は、アイタナ、ブルックリン、チャリース、デイジア、イターニティで、伴奏は父親のカウです。賛美歌の後、ユタ州ソルトレイクシーのジュリアンズ・ビーンズが開会に祈りを捧げます。Savior, may I learn to love thee. Lord, I would follow. Savior, may I learn to love thee. Walk the path that thou hast shown.Pause to help and lift another, finding strength beyond my own. Savior, may I learn to love thee, Lord. I would follow thee.愛する天のお父様、テクノロジーによって場所や時間に関わらず、私たちが共にまたバーチャルに集うことができることに心から感謝しています。
今晩これからスティーブソン長老と姉妹が私たちに分かち合ってくださる言葉と教えに感謝しています。彼らのイエス様の弟子としての模範に感謝しています。天のお父様、私たちが心と思いを開くときに聖霊が共にいてくださいますようお願いします。そして私たちの心が聖霊に満たされ、イエスキリストの弟子として今晩聞く言葉を心に留め前進していけますように助けてください。天のお父様、今晩のディボーショナルを準備するために関わったすべての人々の上に祝福がありますようにお願いします。私たちは心から天のお父様に感謝し、天のお父様を愛しています。これらをすべてイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。スティーブンソン長老姉妹をご紹介できることを嬉しく思います。私はスティーブンソン長老のことを60年以上も知ってきました。長老と私は同じワードで育ちました。その時のことをよく覚えています。長老は人に優しく働き者でとても良い人でした。またイエスキリストの証を持っていて福音に沿って生きていました。長老と私は世界の別々の場所で伝道し、別々の大学に進学しました。なので数年間は連絡が途絶えました。この時期にスティーブンソン長老はリサ・ジン・ヒグレーと出会い、アイダホフォールズ神殿で結婚しました。それから数年経った後、長老と私は同じステークで奉仕する機会がありました。その時初めて私はスティーブンソン姉妹に会いました。当時長老と姉妹は若い家族を育てていて、配慮深いビショップとして奉仕しながら、また忙しくビジネスを成長させながら4人の息子を育てました。スティーブンソン長老姉妹がイエスキリストの福音と家族に熱心で周りの人に優しく接していたことに私は驚きませんでした。次に彼らと交わる機会があったのは、長老が中央幹部70人に召された時でした。私は長老がアジア北地域、そして教会の管理ビショップとして奉仕するのを見てきました。2015年10月に12使徒定員会の一員として指示された時、私の手はいつも以上に高く上がりました。少年と青少年の時期から現れていた特質が長年にわたり強められていくのを私は見てきました。スティーブンソン姉妹は彼女独自の賜物と才能を主の働きにもたらしています。お二人とも主に献身で素晴らしい人で、キリストのような愛で他の人と交わっています。お二人は数多くの人の人生に祝福をもたらしてきて、今日のディボーショナルでも祝福をもたらすことでしょう。今日はユタ州ソルトレイクシティにある This is the place にある新しいパイオニアセンターから放送しています。スティーブンソン長老姉妹は This is the place 記念碑を見渡す大きな窓の前から話を始めます。お二人の話の途中にボナー家族が歌う恐れず来たれ聖徒の特別な音楽ビデオを視聴します。お二人の証の後、閉会の音楽ビデオは主の平安を受けです。その後閉会の祈りをユタ州ソルトレイクシティのオバボナーが捧げます。スティーブンソン長老姉妹。愛する兄弟姉妹の皆さん、ヤングアダルトのためのワールドワイドディボーショナルに皆さんを歓迎いたします。ラッセル・M・ネルソン大官庁と大官庁会からの心からのご挨拶をことづかってきました。大官庁会は皆さんを愛しています。そして私たちは大官庁会を支持しています。今日は末日聖徒の歴史上特別な場所に集まっています。文字通り場所です。ここはユタ州ソルトレクシティの上にある This is the place ヘリテージ公園にある石碑の隣に奉献されたばかりの開拓者センターです。175年前に最初の開拓者の一団とともに辛い旅をした末、ブリガム・ヤング大官庁がまさにこの地だと宣言したことを記念する地です。
疲れ果てていた初期の末日生徒たちは激しい迫害から逃れてこの盆地に移動しました。彼らを待ち構えていたソルトレイク盆地の様子を想像してみてください。山よもぎの生えた砂漠地帯はこれから始まる生活が生優しいものではないことを示していました。しかし彼らは主が旗を上げて一つの国民を招かれるという旧約聖書のイザヤの予言で述べられている理解しがたい天のビジョンを与えられました。忠実な生徒たちは再び平和と目的を知りました。その福音に基づいたビジョンはソルトレイク盆地にたどり着くために登った山の頂よりも高いものでした。この会社開拓者たちやその後に続いた開拓者たちは砂漠にこの地を確立するという偉業を成し遂げました。神はイスラエルの集合に着手した彼らを祝福されました。今日でも世界中の末日生徒の中にこの開拓者の精神とビジョンが見られます。先日十二使徒定員会会長代理のM. ラッセル・バラード会長がこの開拓者センターを奉献しました。ここに来る人々は初期の末日生徒が困難にも負けずに成し遂げた功績を理解することができます。状況は極めて不利でしたが開拓者たちは日夜主を叫び求めつつ前進しました。食料を育て渓谷から水を引き家や学校や教会を建て神殿まで建てました。開拓者の行ったことを考えると圧倒されそうになります。主は生ける預言者にビジョンを授け主の子供たちが主の目的を果たせるよう祝福されました。開拓者センターのこの場所 This is the place の石碑を望むことができます。その下には開拓者が遠い昔に建設を始めた美しい街が見えます。さらにその向こうを見渡すと言うなればさらに広い視野を持つと西側に水平線に沈む夕日が見えます。この高い視野と過去への理解が組み合わさると開拓者のビジョンに関する視野が広がります。また福音に基づいたビジョンを深め決定や問題に迫られた時に指針となる例えにもなります。預言者がまさにこの地だと宣言してから幾日も経たないうちに神殿、教会本部、そして国々への旗となる地というビジョンを実現する歩みが始まりました。今晩は過去、つまり開拓者のビジョンを使って私たちの将来のビジョンを明確にするのに役立てたいと思います。ウィンストン・チャーチルの言葉は今晩の話に関連しています。過去をより遠くまで振り返ることができれば未来もそれだけ遠くまで見渡せるであろう。私たちは間違いなく不確かな世の中に直面しています。1年半以上のパンデミックを経て今後どうなるのでしょうか。将来を待ち望むにあたって私たちには初期の生徒たちが経験したのと同じ神のビジョンと天の導きが必要です。どちらの方向へ進めばよいのかわからないと感じている人もいるかもしれません。伝道に出る、教育を受ける、仕事を始めるといった夢をしっかりと持っている人もいるかもしれません。あるいは恋に落ちて結婚して家族を持ったり自分や愛する人たちが神殿のすべての祝福を得ることについて考えているかもしれません。永遠の家族を持っていて子育てという難題を経験している人もいるかもしれません。私たちの最終的な目標は同じです。制約の道を歩みながら進歩し忠実に将来に備えることです。福音に基づいた視点はその道をはっきりと見せてくれます。制約の道にとどまることについてネルソン大官庁はこう述べています。その鍵は神聖な制約を交わして守ることです。私たちは主の制約の道を歩んで成長しその道にとどまることを選びます。それは複雑な道ではありません。この世で真の喜び、来るべき世で永遠の命を得る唯一の道です。これから私たちの経験をいくつかお話しすることによって
皆さんが生活の様々な要求に応じる際の指針を提供し、皆さんがビジョンとバランスを持って前進する助けとなれるよう願っています。すべてはよしという言葉は、初期の開拓者の並外れたビジョンを表しています。問題や苦難の最中にすべてはよしというビジョンを持てたのは、福音に基づいた視点のおかげでした。ビジョンについてはずっと話し続けられます。ある人はビジョンの特徴を、他の人に見えない物事を見る技術と述べています。このことから誰もが自問する疑問が湧きます。今、将来について自分には何が見えているだろうか。私はこれまでどこにいただろうか、どこへ行こうとしているだろうか。時には福音をもといとした視点と聖霊の賜物によって大きなビジョンがあることに気づく必要があります。教育や仕事に取り組み始めたばかりの時にこれが当てはまります。まだ手探りの状態です。私も仕事を始めてすぐに同じ立場になりました。大学生の時に幼なじみと一緒に仕事を始めました。アジアから贈答品を輸入したのです。それから30年間
その会社の規模は飛躍的に成長し、全く別の会社に変わりました。仕事を立ち上げた時に、こうなるというビジョンを持っていましたか?と聞かれます。完全には持っていなかったというのが答えです。ビジョンは定期的に調整する必要があります。真鍮の贈答品の小さな輸入業者から健康商品を扱う大規模な供給業者へと発展するには、多くの幸運とビジョンの調整を必要としました。計画を断念して新たに計画することや改革調整は弱さではなく強みです。ビジョンを見つける際に役立つある重要な強みが私たちにはあると思います。開拓者と同様に福音の知識があるので、福音に基づいた視点を与えられています。皆さんの強みは文字通り神の目で現世の旅路を見ることができることです。永遠の視点、すなわち福音に基づいた視点は、教育や仕事といった物質的な事柄においても、他の人が享受していない明瞭さを与えてくれます。このことを絵を使って示したいと思います。ぜひこの絵を見てください。何が見えますか?何の絵だと思いますか?さて、この新たな視点は明瞭さを増してくれますか?他にも何か見えますか?いかがですか?順序を追って見ていきましょう。よく見てください。この簡単な練習を通して、今目の前にあるもの以上のものを文字通り見ることができるようになります。離れて見ると視野が広がります。箴言の有名な格言にこうあります。ビジョンがなければ民は滅びる。この真実の原則についてエムラッセル・バラード会長もさらに言及しています。この世界で最も多くを成し遂げる人には人生のビジョンがあります。本当にその通りです。福音に基づいた視点から来る霊的なビジョンは、あらゆる優先事項に洞察を与えてくれます。私たちが優先事項を調整しバランスを保つのを助けてくれます。ビジョンとバランスに密接な結びつきがあると思うのはそのためです。個人的な経験を使ってバランスの原則についてお話しします。仕事の友人で技術も経験も豊かなヘリコプターのパイロットでもある人がいます。ある秋の日に彼はソルトレークシティへ行くので、私と仕事のパートナーに途中の山で降ろしてほしいかと尋ねてきました。そこはトラックで行くと2時間以上かかります。ヘリコプターだと15分です。そこで一緒に行くことにしました。絶好の飛行日和でした。着陸態勢に入ると紅葉が見えました。着陸地まであと1分もないという時に、ヘリコプターのテールルーターの調子が悪くなり、ヘリコプターが回転し始め制御できなくなりました。これは大惨事でした。
幸いそのパイロットは本能的に緊急着陸訓練を思い出しました。彼は機首からあるいは機体の底で着陸すれば着陸に耐えられないと知っていました。回転を制御できないまま彼はどうにかヘリコプターを横に傾け地面に墜落しました。燃料が漏れエンジンから火が出てきました。彼はエンジンを切ることに成功しヘリコプターは爆発することなく私たちは脱出しました。幸いヘリコプターの墜落を生き延びたのです。それ以来私はヘリコプターについてたくさん学んできました。ヘリコプターの墜落はテールルーターの故障によってヘリコプターを空中に維持する重要な諸要素のバランスの欠如が招いた結果でした。メインローターとテールローターの速度、角度のバランスが取れると爽快なヘリコプター飛行が可能になります。そうでないと恐ろしいことが起きます。経験から証しできます。では重要な要素を一つずつ詳しく見てみましょう。まずメインローターです。回転と羽が揚力と回転力を生みます。でもメインルーターによって生まれた回転力を弱めなければヘリコプターは回転を始め制御できなくなります。テールローターがあるのはそのためです。テールローターはメインローターの回転力と反対の力を生みます。メインローターの速度はフットコントロールで制御します。テールローターの速度はもう一つのフットコントロールで制御します。二つのローターの速度を常に調節することは絶対に必要です。そうでないと芳しくない結果が生じます。次は操縦桿です。操縦桿はヘリコプターの角度を制御します。メインローターとテールローターと協力してヘリコプターの方向、回転能力、安定性をコントロールします。パイロットは右手で操縦桿を操作します。同様にこの重要な制御点でミスを犯すと致命的な結果が生まれます。最後に最大積載量とヘリコプターの角度がメインローターとテールローターに必要な力を決定します。すべての要素の調子が合うとバランスが良くなります。メインローター、テールローター、操縦桿、重さ、角度が組み合わさって16に打ち勝つのです。ヘリコプターの美しくも複雑な飛行を生活のバランスを保つこととどのように関連付けられるでしょうか。その結びつきを説明するためにずっと前に出席した指導者会でのゴードン・B・ヒンクレ大艦長の話からヒントを得た考えについてお話ししたいと思います。私たちには4つの責任があります。第一に家族への責任です。第二に雇用主への責任。第三に主の技への責任。そして第四に自分自身への責任です。ヘリコプターの重要な諸要素の相互依存によるバランスの例えを使って4つの責任について見てみましょう。一人一人の生活の重要な要素は家庭で始まります。家族を軽視しないことは重要です。家族以上に尊いものはありません。家族関係は次のように携えていけるものです。家庭と家族の重要性を強調するために教会指導者は近年多くのことを行ってきました。家庭と教会における福音の教授の新たなバランスと集会スケジュールの調整に関する最近の指針は家族を生活のメインローターと捉えるべきであることを示唆しています。ネルソン大艦長は家庭を福音学習の中心の場所に改めるよう進め次の約束をしています。やがて
皆さんの安息日は真に喜びの日となります。皆さんの子どもたちは奮い立って救い主の教えを学び、教えに従って生活するようになります。また皆さんの生活と家庭におけるサタンの影響力は減少します。皆さんの家族は劇的に変わり、その変化は持続します。では皆さんの仕事について考えてみましょう。学生の皆さんはフルタイムの仕事につながる教育について考えてください。教育は就職の可能性を高めてくれます。仕事は自分と家族、他の人の世話をするのを可能にしてくれます。物理的および霊的な自立を可能にしてくれます。皆さんは職場で雇用主に対する義務を負います。誠実かつ忠実であること、保証に見合う結果を出すこと、仕事において最善を尽くすことです。仕事はヘリコプターのテールローターだと考えてください。自分と家族のために最善を尽くすには、仕事で最善を尽くすことが役に立ちます。両者は密接に結びついており、そのバランスは重要です。多くの雇用主、社会学者、ビジネスコンサルタントがワークライフバランスの利点に気づくようになっています。バランスの取れた生活の3つ目の要素は主と主の技です。これは私たちが地上に来た主な目的の一つです。私たちがここに来たのは、主と天の御父の子供たちを愛し、尊び、従い、仕えるためです。主は王国を築くために私たちの努力と才能を必要としておられます。教会の責任を果たすために時間を割り当ててください。割り当てるという言葉が示唆に富んでいると感じます。主と主の教会のための奉仕の時間を作り、その時間を管理するには意識的な選択が求められます。無給の指導者と奉仕はイエス・キリストの回復された教会の特徴的な要素です。皆さんは様々な方法で王国に貢献するよう求められるでしょう。皆さんや家族に与えられる召は都合の良くない時に来ることもあります。それでもあなた方は神に仕えたいと望むならば、その技に召されているのです。愛する預言者ネルソン大艦長は、教会での奉仕と同様に世界は絶えず変化していると教え、新しい日常を受け入れるよう進めています。人にミニスタリングをしてください。常に永遠の観点から物事を見てください。メッシを尊んで大いなるものにしてください。この勧めは、私たちが召された目的を果たすためのビジョンを与えてくれるだけではなく、永遠の視点を保つ、つまり永遠の視点とその他の責任とのバランスを取るためのビジョンを与えてくれます。教会の奉仕はヘリコプターの操縦桿のように、私たちを安定させ、正しい方向へと誘導してくれます。バランスを取るための最後の要素は自分自身への義務です。生活はとても忙しいものです。時折速度を落として充電し、自分の休養や運動、娯楽、霊的な成長などの必要について吟味することは重要です。最近、教会の指導者はそのための貴重で実践的な提案をしてくれています。そうですね、バラド会長は静かな時間を見つけることの大切さを教えています。生活の中でテクノロジーがしばしば祝福をもたらす中、テクノロジーは私たちと主の声を聞く私たちの能力の間に障壁となる妨げともなり得ます。私は孫たちに毎日静かな時間を取り、自分の生活について考えたり、主が行うよう望んでおられる事柄について思いを巡らすべきだと話しています。雑音に囲まれながら天とつながることはできません。静まろうと努力するときにこそ私は印象を受けます。ジェフリー・アール・ホランド長老は決意を伴う祈りについて述べています。
サタンや日々の煩い、気をそらす様々なこととの戦いに勝つという決意を伴う切なる祈りから私たちは学ぶことができます。中央婦女協会会長のビンガム姉妹は、私たちの価値ある人生を助ける3つの重要な要素について述べています。まず、聖文を通して御霊を招くことです。私が御霊を受けるために朝一番に行うことの一つは聖文を読むことです。聖文を読むことにより啓示を受ける心構えができます。次に、神殿での礼拝です。救い主の声をさらに明確に聞けるもう一つの驚くべき方法は、神殿に参入することです。私は神殿に座っていると時折祈りの答えを受けることがあります。また自分が穏やかで御霊に耳を傾けられる時に何かが思い浮かぶことがあります。第三に、音楽も救い主の声を聞く上で役立ちます。私は賛美歌を聞くのが大好きです。歌のない楽器演奏を聞くだけでも好きです。賛美歌を長い間歌ってきたため歌詞を覚えているので歌詞が思い浮かびます。自分のための時間を取ることは最も大切でありながら最も難しいことでもあるようです。ある人はノコギリで切る忙しい仕事の最中にしっかりと時間を取ってノコギリの刃を磨くことになぞらえました。自分自身に対して責任を負っていることを心に留め、それを徐々に生活に取り入れていくことは祝福となります。私は肉体的、情緒的、霊的に進歩すると、自分が大きな恩恵を受けるだけでなく家族や友人を養うこともできることに気づきました。ビジョンとバランスを持ってこの4つの側面を実行するときに、それらはスムーズに進みます。これらはよく調和しますよね。この生活の異なる側面のバランスについて語るときにも、正しい視点で見る必要があります。ベドナー長老はこのことを機械的に行う方法についてソーシャルメディアの記事にこう書いています。時折私たちは家庭や学校、仕事、教会の責任について考え、時間を要する多くの異なる要求のバランスをどのように取ればよいのかと考えます。同時に全てをやろうとしてイライラしたりせず、最も優先度の高い少数の基本事項を特定するべきです。すると必要な注意をそれぞれに向けられるようになります。リサ、父との思い出深い経験を思い出します。私がまだ若い父親で、ビショップに召されたばかりで、仕事も忙しかった頃に、家族の誕生日パーティーに遅れて参加しました。子供たちやそのいとこが至るところにいました。でも私は上の空で家に入ると、部屋の隅に座って仕事やワードのことに頭を悩ませていました。父がやってきて珍しく厳しい口調で、ゲリー、何をしてるんだと言いました。教会と仕事の責任上の心配事について父に伝えると、父は同情してくれたように見えました。ところが違いました。父は私の隣に座って私のことが心配だと言い、これからは自分を改めて常に家族のことが上の空にならないようにする必要があると言いました。家にいるときは教会や仕事ではなく家庭を優先させるんだ。仕事場にいるときには家庭や教会ではなく仕事を優先する。教会にいるときには仕事や家庭ではなく教会を優先するんだよ。この勧告は問い入れるのが難しく、今でもまだ完全に行えていませんが、この勧告のおかげで私の肩の荷が下り、それは生涯役立ちました。皆さんもやってみてください。
面白いことに、これはベトナ長老が最近ソーシャルメディアに投稿した内容とそっくりです。簡単に思えるかもしれませんが、やるべき大切なこと全てを完璧に釣り合いを取ろうとしてイライラしたり、努力や時間を無駄にしたりするべきではありません。最も大切なことを見極められるよう、心から神に助けを求めるときに、神は私たちが一日一日努力を傾けるのを導き、助けてくださいます。少し残念なお知らせがあります。この勧告に従ってバランスとビジョンを持って前進したとしても、失敗を経験するでしょう。傷つくこともあるでしょう。また霧がかかった道のためにビジョンがよく見えなくなったり、バランスを失うこともあるでしょう。でも良い知らせがあります。皆さんは愛に満ちた天の御父の息子娘です。聖文はこう教えています。神が私たちにくださったのは臆する霊ではなく、力と慎みとの霊なのである。主ご自身からの次の勧告も忘れないでください。元気を出しなさい。恐れてはならない。主なる私はあなた方と共におり、あなた方の傍らに立つからである。皆さんにはイエス・キリストという愛する救い主のうちにある変わらない力の源があります。ではネルソン大館長から皆さんへの霊感あふれる勧めの言葉をお聞きください。神は制約の道を見出したりとどまったりするのがたやすくないことをご存知でした。ですから神は私たちにその道を示すためにご自分の独り子を使わされたのです。イエス・キリストを愛し従うすべての人に与えられる神の力は、私たちを癒し強め、罪から清め、自分の力では決してできないことを行えるよう私たちを大いなるものとしてくれます。自分が本当は何者で、どなたが自分の隣におられるかという知識の助けを借りて、明確なビジョンと安定したバランスを保って生活できるようにしましょう。主はあなたの機会を増し、視野を広げ強めてくださるでしょう。皆さんとも時間を過ごせたことをすごく感謝しています。終わるにあたり、私たちの感謝と皆さん一人一人への招きを伝え、また証を述べたいと思います。第一に、あなたが神の娘息子であることを福音に基づく視点によって確信し、確認を受けるようにしてください。第二に、家庭と家族、教育と仕事、教会、自分自身への4つの責任をどう果たしていくか考えてください。第3に、静かな場所を探し、このディボーショナルの間に受けた印象を書き留めてください。イエス・キリストの教会の会員として聖霊の賜物を授かっていることを忘れないでください。スティーブンソン長老からの招きに応じるとき、開拓者のことを忘れないでください。ユタの開拓者、また皆さんの住んでいる国や家族の開拓者たちです。彼らの不屈の精神は皆さんが難問に立ち向かう自信をもたらしてくれます。初期の末日聖徒のように、私たちも見渡し、見上げるのです。そして福音のビジョンとバランスを使って見るのです。皆さんが完全な希望の輝きを得ることができると証しします。また天父は一人一人をご存知で愛しておられます。イエス・キリストが生ける神の独り子であられることを証します。イエス・キリストの御名により、アーメン。私も証を付け加えさせていただきます。素晴らしい若き兄弟姉妹の皆さん、私たちは愛する天の両親の子供です。お父様は皆さんを愛しています。
そして御父の望みは、すべての子供が身元に戻ることです。この教義は御子であられる救い主イエス・キリストによってのみ成就します。主の贖いを通して愛する御父の身元に戻ることができます。そのことを心から明かしします。イエス・キリストとその神聖な救い主贖い主としての役割を明かしいたします。これらを主イエス・キリストの名によって明かしいたします。アーメン。愛する天のお父様、私たちはこの時間と人生に感謝します。スティーブンソン長老姉妹の素晴らしい言葉とこの喜びにあふれる時間に感謝します。どうか世界中の人々を祝福してください。彼らがキリストにあって強さと平安を受けることができますように祝福してください。私たちが静まって啓示を受けることができることに感謝します。
私たちの兄弟、両親、友人、仕事、また多くに感謝します。あなた様と御子イエス・キリストに感謝申し上げます。また導いてくださることに感謝します。あなた様は心から愛しています。これらのことをイエス・キリストの皆により祈ります。アーメン。We love you. Thank you.